皆さんこんにちは、鉄郎です。今日は青天を衝け第34回の解説です。今回は伝説の商人というタイトルで、三菱創業者の岩崎弥太郎と渋沢栄一とのやり取りが描かれました。ここは有名な話でありますが、あくまでも歴史初心者向けにドラマの流れに沿いながら史実を含め解説していきます。それではスタートしましょう。ドラマの冒頭では三野村利左衛門が登場し、今の世の中は金金金というね、こういう人が増えてきたということをね、この場面でこれは入っていきました。そして大きな出来事でもある西南戦争により、西郷隆盛がこの世を去りました。ここでドラマで訴えていたことは、戦争により多くのお金、国家予算の9割が戦費に使われたということで、これに対して岩崎弥太郎と渋沢栄一が憤慨している場面でした。実際にはこの戦争において弥太郎さんはですね、この海運業ですね、この兵士を運んだり武器を運んだりということで、非常に多くの利益を得ました。これは現代にもね、当てはまるんですけども、世界で起こる戦争の背景には必ず裏で儲ける組織というのがあります。逆にですね、そういった組織が戦争を勃発、そこを誘発させるようなこともあったりしますね。ここら辺の話はね、僕の主催する新倉塾の大人の教養講座というのでね、解説しているので、ドラマの方にちょっと戻りますけども、時は明治11年1878年。この時には西南戦争で西郷隆盛がこの世を去り、大久保利通が新政府に不満を抱く士族たち、この元武士たちですね、たちによって暗殺されております。ということで、この大隈重信が新政府をこう牽引する形となっている場面が出ました。ちょっとここで余談なんですけども、1878年というとですね、この年僕が生まれるちょうど100年前に当たります。それがどうこう言うわけじゃないんですけど、この年に生まれました三島海運という人物がおりますけども、皆さんこの人物知っておる方どのぐらいいらっしゃるでしょうかね。きっとこの人をね、知らないという方でも、この人が創業した会社を知れば、きっと日本全国の人が大体わかると思うんですね。それはカルピス株式会社です。そうです、あのカルピスです。ここに画像出てますけども、三島海運という人物もこの時代に生まれた実業家です。彼はモンゴルに行ってモンゴル人の強さを知り、その元気の秘訣が乳酸菌だと知ります。これを日本に持ち帰り、日本人の健康を促進しようと、こういった経緯で今の僕ら日本人はこのカルピスを飲んでいるわけです。もっとね、この三島海運さんに関してはね、もういろんな話があるんですけど、これは偉人伝でいずれアップしたいと思います。ちなみに僕はですね、カルピスの味って今最近たくさん出てるんですけど、やっぱりこの一番のね、青の普通の味のカルピスがね、一番好きなんですけども、最近だとね、メロン味にハマってますね。子供たちが飲むのでね、僕は炭酸で割ったりしているんですけど、皆さんカルピスってきっと飲まれてると思うんですけど、どの味がお好きでしょうか。まあ よかったらね、コメント欄に書き込んでください。ということで話が脱線しましたけども、本編解説に戻ります。新政府を牽引する大隈に栄一が還元しに来ました。それが不換紙幣の発行です。まずね、この不換紙幣のこの解説というのはすっごく簡単にします。不換紙幣というのは金銀に打換できない、つまり交換することができない紙切れですね、紙幣です。一方打換紙幣というのは金銀と交換できるものであります。これは非常に大きな違いですね。そのままでもまあ理解できると思うんですけども、さらに言いますとですね、打換紙幣というのは金銀に交換できるので、持っていれば金銀を持っているとも言えますので、財産とも言えるわけです、ある意味。一方不換紙幣というのは金銀に交換できません、ということは財産にはならないわけです。ここをもう少しこう掘り下げるとですね、不換紙幣はただの紙切れなんですけども、発行する政府がそれは1万円の価値がありますよと言えばそのようになるんですけども、一方で政府に本当に信用がなければ本当にただの紙になってしまう。これがポイントです。新政府はね、その急場しのぎでこういったことをやったんですけども、栄一はね、そんな意味のない紙を発行したところで根本的な日本の経済というのは回らないということを主張した。これがその場面になります。ですが一時的には景気が良くなり、栄一のもとにこの銀行をね、設立したいという人がこぞって挨拶に来たというシーンにこうなるんですけども、これはですね、結構いろんな論本にも記されておるんですけども、史実でもですね、銀行を始めたいとか商売を始めたいというね、いろんな人が栄一のもとに訪れて
てきたんですけども、多くの場合はですね、お金儲けがしたいという人ばかりだったそうです。つまり栄一がね、この目指していく日本のことを考えるという人はね、やっぱりね、そうそういないということでした。さて、場面も変わり、岩崎弥太郎が映るんですけども、この岩崎弥太郎も、いや俺も銀行作ろうかなみたいなね、でもな、やっても三井にやられてしまうかもしれないしなということを、このぼやいてるシーンがありましたけども、弥太郎さんはもともと海運業からのし上がってきてますので、先を言っているこの三井組ですね、三井の銀行業務にですね、果たして勝てるかどうかというね、ここが多分心配事だったんだろうなと思います。次は栄一の子供たちがね、映りましたけども、歌、琴、徳次というね、もう子供がこう、もう歌がね、この間まで赤ん坊だったのが大人になってますからね、さすがドラマなんで流れが早いんですけども、今回の放送では明治11年からのスタートになっておりましたので、この時はですね、栄一は38歳になります。そして岩崎弥太郎は栄一の5つ上なので、この時、確か43歳ぐらいですね、ですから38、43ということで、実業家としてね、こう進み出し、栄一は33で実業家になりましたので、5年ぐらい経過したとこ、そんな感じの場面ですね。そして、いや出ましたね、こんばんは徳川家康さん、わー待ってました、もう出ないかと思いましたけどね、出てくれましたね。はい、そしてここではですね、安政の5カ国条約がネックになっている、これは徳川の責任かみたいなね、ことをね、こう家康さんが言ってましたけど、これ俗に言う不平等条約のことです。これはですね、僕のこのチャンネルでも不平等条約の真実というのを解説しているんですけども、なぜ不平等になったのか、そしてまた誰が調印したのかというのをね、解説しております。ドラマではここで井伊直弼とアメリカのハリスがこのようにね、紹介されておりますけども、実際に締結を決断したのは井伊直弼ではないんですね。そもそも日米修好通商条約をはじめとするこの5カ国とのね、条約というのは、最初はですね、条件対等なものだったんです。ということは、徳川幕府に落ち度はなかったんですね。この頃の幕臣たちというかね、非常によくね、交渉しました。ではなぜ不平等になってしまったのかというと、それはね、攘夷といって、当時外国は追い返せといってね、この長州とか薩摩が外国人殺傷事件とかですね、こうやるわけですよ。そして最後の最後は、まあ戦争まで引き起こすわけですね。下関戦争、薩英戦争みたいな。その結果、長州薩摩はですね、手痛くやられまして、長州におきましてはコテンパに打ちのめされたわけですね。ドラマでもですね、これはサクッと解説っていうか、その流れだけありましたけども、そこで諸外国はですね、日本はまともな国じゃないと、野蛮だと、戦争を仕掛けてきてね、こう切りつけてきてるとか、危ない国であると、そういったことで、前に交わした条約はね、ダメだと、これは改正しなければならんということで、この戦争責任っていうのを全部取られましてですね、結果この条約の改正を迫られて不平等な内容にされてしまった、これが事実なんですね。つまり薩摩長州が新政府でね、不平等条約を改正しなきゃいかんいかんって言ってるんですけど、それはね、薩摩長州自分たちがやったことなんですね。非常に面白いですね、ここはね。この内容はこちら、日米修好通商条約の真実、知られざる幕臣の活躍ということで、こちらの動画で全て解説しております。興味関心のある方はぜひご覧ください。明治維新後の通説というのは、勝者の薩長の都合の良いように作られているということが、見えてくると思います。この動画はまた最後にご案内します。さて、その不平等条約を解消するため、伊藤と大隈がイギリス公使のパークスと通訳のアーネスト佐藤と会談している場面となりました。ここでイギリス側は、日本には民意がないと、つまり今の政府というのは民間から選ばれたものでもないし、その他に民間の代表者たる声もないと、そんなことでは民意がね、この条約改正を望んでいるって言ってもですね、それは証拠にならないよということで突っ跳ね、返されるわけです。これは皆さんね、このドラマ見てきても史実でも分かるように、確かにその通りですね。新政府というのは民意が選んだものじゃなくて、薩摩と長州とね、その後ちょっとの人たちがですね、武力によって幕府をひっくり返しただけであって、別に民意の選ばれた集団ではないということですね。イギリスはそこをついてくるわけですね。だから条約改正をね、民意が望んでるって言っても、いやそんなことないだろうと、民意という証拠はどこにあるんだと、このように言うんですよね。そこで出てきたキーワードがチェンバーオブコマースでしたね。このチェンバーというのは会議所という意味で、コマースというのは商業のことです。ドラマでね、この描かれていますけども、商工会議所の前身のものですね、これを設立しようと。
この商工会議所は地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。ですので、この商工会議所の活動というのは、非営利性、公益性、普遍性というのを原則としております。渋沢栄一は現在の東京商工会議所の前身となる、まあ、ここに画像出てますけどね、東京商法会議所を設立し、27年にわたって民間経済の取りまとめと地位向上に奔走しました。この流れを受けまして、ドラマでは岩崎弥太郎と五代友厚が次のシーンでね、ちょうど同じ頃大阪でも五代友厚によって大阪商法会議所というのが設立されました。これがですね、東京でやった渋沢と大阪でやった五代ということで、東の渋沢、西の五代と称されるゆえんでもあります、そしてこれはですね、こちらの東の渋沢西の五代という動画でですね、2人の生涯を幕末から時系列でまとめたものです。こちらをご覧いただければ栄一と五代のことがより深く理解できます。これも動画最後でご紹介します。場面は渋沢邸になり、この頃になるとですね、諸生たちが来るようになったとありましたけども、この諸生とはですね、家の雑用しながら住み込んで学ぶ学生、と思っていてください。ここでね、まあ印象的なシーンだったのがですね、例えば千代がですね、暴漢がもし襲ってきたらあなたたちはどうするんですかって聞くとですね、学生の一人が警察官に連絡しますみたいなことを答えてましたね。すると千代がすかさずね、警察が来るまでに暴漢に襲われた人はどうするんですかって聞いたらね、こう学生たちは沈黙するわけですよ。そこで千代がね、今文明文明だとか言って気取ってね、今のこの世を築いてきた先人たちを軽視するのは何事ですかみたいなことを叱りつけましたよね。そこで学生たちは猛省してひれ伏すわけなんですけどね、この場面を見ててね、現代も全く同じことが言えるなってね、個人的には思ったんですけど、つまりですね、今の日本の平和というのも先人たちが築いてくれたわけです。その平和がね、今現在危機的状況に陥っていると、黒船来航よりも危ういんですよね。隣の国はですね、日本に向けてこうミサイルを構えていつでも発射する準備をしていますし、沖縄のね、尖閣諸島というのも現在軍事力を背景に占領しに来てますからね。ですがここで例えばね、ことが起きたら、大丈夫、アメリカに頼ればいいと思っている日本人はこの千代に叱られた学生と同じだということなんですね。自分たちが主体となり解決しなければならない問題というのがあるとね、そこに勇気を持って立ち向かっていけと、こういったね、知恵がね、学生たち言ってましたけど、現代に当てはまるなと思ってね、まあ聞いてましたけど、話を戻しまして、栄一はこの後ですね、招待されたよということでにやりとしていたんですけども、これがですね、岩崎弥太郎との、会談でした。ここのね、話というのはいろいろな書にね、まあ記されているんですけども、まあ端的に解説していきましょう。弥太郎は栄一を取り込んで三菱をさらに成長させようとして考えていた。しかし弥太郎の考える事業の発展の仕方と栄一の考える事業の発展の仕方とに明確な違いがありました。弥太郎は個人が主導して経済を大きくしていく必要性があると。まあ一つのね、リーダーがこう引っ張っていくんだと。というものに対して栄一はみんなでお金と血を出し合って、その上がった利益を分配していくことが重要であるということをね、説いたんですよ。この考え方の違いってすごく大きいんですけどね、でもこれ面白いことに、結果的にこの2人のやっていくことっていうのはですね、日本の発展につながっていくんですよね。史実におきましても、この宴席の場でこの2人はですね、大議論をし、最後はですね、栄一が帰ってしまったと記されております。これ以降の話はきっとドラマでも出ると思うんですけども、まあ少しね、ちょっと史実全て解説するってのは難しいんですけど、一部をちょっとご紹介しますと、例えばこの頃栄一は三菱が独占している海運事業に対してですね、三井の、このドラマでも出てきましたけどね、三井物産の増田ですね、これと共同して海運業を立ち上げて対抗しようとするんですけど、ここはね、三菱の弥太郎に資金力を背景とした工作によってですね、栄一の海運業の計画とは事実上潰されてしまうんです。そして確かね、その話がちょうどこの会談のね、確か前後ぐらいなんですよね、ちょっと前だったのかな。で、結局この会談が破綻するにあたってですね、渋沢の方はですね、この増田も関わり三井側みたいな、そして岩崎弥太郎の三菱、これとですね、激しい経済戦に繰り広げられていくことになっていくんですよ、この明治の初頭というのは。もしかしたらこちらのね、日本郵船の話っていうのは出るのかなってちょっとわからないんですけども、現在のこの日本郵船でありますよね、これは弥太郎の三菱に対抗して栄一が政府の支援をね、この元にですね、共同
動運輸会社というのをこう立ち上げるわけですよ、海運業を。でこれでですねバチバチしのぎを削っていくんでね、こうやり合うんですけど、最終的にこれね弥太郎さんが亡くなった後、この、ね、仲介に入って2つが合併して今の日本のこの日本郵船になっているんですね。どうかな、描かれるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、有名なところで言えばこういう話もありますし、細かい話で言ったら相当あるんですけどね。ここで本編解説に戻りましてですね、ここで登場したのが伊藤兼子さんですね。この女性はですね栄一の5歳になる人物です。つまり千代の後に結婚したということです。そこもね多分次回どうかな、描かれるはずだと思うんですけども、この兼子についてね簡潔にちょっとお伝えしておきます。当時江戸一の大富豪とされた伊藤家に生まれて何不自由なく過ごして、この婿養子をもらってですね、この結婚して幸せな生活を送っていたはずだったんですけども、家業がですねアメリカ人商人と共同事業を始めようとしたところで、この保証金を渡したところですね、この取引が失敗して大損失となるわけです。そしてですねこの失敗が引き金となって、この大富豪だった伊藤家というのは没落していくんです。こういうことがあってですね、この兼子はこの夫と離縁しましてですね、生活するために芸者をやろうと。だからドラマではね芸者になるっていう場面が出てたと思うんですけど、なぜ芸者かというとですね、兼子はね妾だけは絶対に嫌だっていうことなんですね。妾っていうのは何かというと愛人ですよね。多分このまあ富豪というかまあプライドかなんかやっぱあるんでしょうね、それだけは許せないみたいなね。そこでなぜ栄一と結婚したかというと、栄一の正妻ですね、いわゆる正式な妻になるということだったので結婚になりました。そして偶然にもですね渋沢邸に行ってみると、この栄一の住んでいる邸宅はですね、当時かつて伊藤家が手放したものだったんですね、こういったのもご縁なのかなと思いますね。この兼子との展開は、まあ、ドラマがね、どのように描かれるかわからないので、まあ、そこをちょっと見てまた解説していきたいと思います。次の場面では東京養育院に栄一と千代が訪れました。この養育院はね前回のドラマでも描かれたように栄一がね面倒を見るということでこの運営を担っていたところですね。私立における実績でもですね福祉関係はかなりね渋沢栄一は貢献しているんです。そしてですね寄付金をね募り歩いたことでも有名な話がありまして、カバンを持って出かけるわけですよ。でこの活躍する実業界の人にあってはですね、ちょっとの気持ちでいいので、まあ今福祉のためにお金が足りないからこのカバンに寄付金入れてくれないかというわけなんですよ。でそうするとですね、まあ今までほとんどの人が栄一のおかげでこの今の自分の会社とかいろんな商売が成り立っているわけですから、これはやっぱ断るに断れないとこういうことで、またケチるにケチれないとこういうことですね。公のために事業という精神があるのね、やっぱり見せるためにもですねそれなりの寄付金をですね栄一が来ると、まあカバンの中に入れたということで、一部のところではですね、いやーもうあの渋沢さんが持ってくるあのカバンだけは勘弁してほしいという話がね、あったという逸話も、あります。そしてその後ね栄一はガスなどを含む多くの公共事業とかね、そういったものを立ち上げていきましたよということがサクッと紹介されましたね、どこをまあピックアップしていくのかちょっとわからないんですけども、いろんなことをやっているわけですね。そして今回の最後はアメリカ合衆国の前大統領グラントが来るので、そこでおもてなしをして日本の地位向上を目指そうと、その先に不平等条約改正があるんじゃないかみたいなことでこう盛り上がるんですけどね、これはまた次回描かれる内容となりますので、またその時に史実を含めて実はこんなことになってましたよということを解説したいと思います。そして最後は今日の解説と関連する動画をね一部ご紹介します。こちらは冒頭で紹介しました日米修好通商条約の真実です。知られざる幕臣の活躍ということで教科書では教わらない史実です。そしてこの動画では条約の内容まで分かりやすく解説している部分も収録しております。続きまして東京と大阪の商工会議所の前身を設立したところから東の渋沢西の五代と評された2人の生涯と功績を時系列でまとめております。初心者でも分かりやすく解説していることをねここは心がけているので、一応歴史に詳しくない方もですね大丈夫なので、もし興味関心あったらご覧ください。最後は青天を衝けではないんですけども、先月劇場公開された燃えよ剣、司馬遼太郎さん原作のやつなんですけども、新選組の土方歳三が主人公で、これを演じるのが岡田准一さん
んです。もしもね、ちょっと興味があるとか、これから見に行くという方はですね、もしこの歴史がね、あんまり詳しくないという方はですね、これを見るとですね、歴史の背景というのが分かるので、この映画がね、より楽しく見られるかなと思います。ですので、このようにご紹介しておきます。以上3つの動画の URL は、この動画の概要欄に載せておきます。興味関心を持たれた方は、ぜひチェックしてください。ということで、今回はここで終了します。このチャンネルでは、歴史古典偉人伝を特集しています。そして、青天を衝けは今年は特別編として解説していきます。興味のある方はチャンネル登録をして一緒に学びを深めていきましょう。また LINE アットではリアル講座、オンライン講座の情報も配信しております。この YouTube チャンネルをきっかけにですね、参加してくれる方が最近多いんでね、嬉しいんですけども、興味関心を持たれた方はぜひ LINE アットの登録してください。皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。そしてこのチャンネルを立ち上げている理由もご動画の概要欄に載せておりますので、お時間がある方はぜひご覧ください。ということで、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。あなたはあと3日で、あなたはあと3日で成功しますと、よっしゃ今日もやるぞってなるじゃないですか。教えてくれないんだよね、誰もね。まあそれは5年後でもいいよね、分かればいいじゃん。あとこれを5年後やんでも、5年やれば必ず花が咲くって分かっていれば頑張れる。そこの気持ち途切らせないためには必ずいけるんだっていう確信がないと多分いかないんですよね。努力をしてて、努力の成果がいつ分かるかって誰か教えてくれたらみんな頑張るよね。でも分からないから楽しいんですよ。